今回のカメラはルミックス、TZ20 です。TZ20 です。DMC-TZ20 ですね。まあ普通の、コンパクトカメラですね。16倍光学ズームついてます。本来こういうカメラも今では買わないんですが、これが最初、iPhone でカメラを写真を、始めまして、でその次、iPhone ではちょっと撮影できるものが限られてくるなというところで、じゃあカメラ、デジタルカメラを買おうかなという時に、予算とかまあいろいろ込みで、スペック、まあその当時知識乏しい中で、こういう機能がいるとか、こういう機能はいらん、こういう機能いるっていうのと予算と掛け合わせて選んだ機種が、こちらです。はい、バッテリーこちらですね。中古で、1万円ほどで購入しましたが、箱は確かついてなかったと思いますが、バッテリーも充電器もついてという状態で、SD カードはまあ自分で用意しましたけどっていう、カメラです。まあ、コンパクトと言いつつ、割と大きい、分厚いですね。個人的には必要のない GPS 機能とかついてたりとか、しますので、まあその辺でサイズ的にはちょっとこれ以上小さくすることは難しかったのかなと思います。でここがですね、一度地面に落としましたのでへこんでしまってます。もともとすごい綺麗な、中古品だったんですけど、残念ながら、ここが傷が、いってしまってます。とその他は使ってる期間的にはそんなに長くなかったので、他の部分での傷などは、言ってませんが、ちょっと今の箇所だけですね、大きくへこんでおります。動作には問題は、ございません。では電源オン。個人的に結構この電源オンオフのこのスイッチが、嫌いでですね、カバンの中に入れたりすると勝手にオンになってる時とかもあったりしまして、いざ使おうと思ったら電池が入らないとか電源切れてしまってるということが多々、ありました。で、ルミックスのオートモード IA というところですね、インテリジェントオートですかねという、モードがあったりとか、一番まあこのカメラ買うにあたって決め手になったのはマニュアル撮影ができるという、今 M モードに変えました、マニュアル撮影ができるということを、まあ、最低限の機能として、必要かなということで、この M モード、ついてるものとして選びました。操作系はちょっと実際、久々に電源入れましたのであんまり覚えてないんですけど、 M モードにして、 M モードですね、基本も M モードで、紹介をします。でエクスポート、これで、横と縦でシャッターと、絞りを変えます。まあ結構新しめの機種でそんなに、ハイエンド機というわけではなかったので、開放で 3.3 ということで割と暗い、レンズが搭載されてまして、まあこの辺は最初選ぶにあたって、まあ、手を抜いたというか、まあ、予算とかの関係上そこまでハイスペックなものは求めれなかったので、ここはまあ妥協した部分ではあります。シャッタースピードは4000まで上がります。で、スローシャッター、長時間録音も1分60秒まで可能です。絞りは開放 6.3 まで、これズームがね16倍あるんで、今これデジタルズームが入ってます。で、このズームバー、
こズームバーの青い領域はデジタルの領域ですね。デジタルではもっといきます。64倍、まあ、月取ったりとか、お月さんですね、取ったりするときとか、まあ、これを使うとより寄れる、まあ、ただ画質は悪くなると。で、基本的にもうオフにしてるんですが、タッチパネル機能も搭載してます。ここタッチパネルでの、ボタンですね。ここもタッチパネルをオンにしてると、あのあれオンになってる。タッチパネルをオンにしちゃうと撮影時に、手が触れてしまって、そこにフォーカスゾーンが動いてしまうと結構、めんどくさいので、基本はタッチパネル機能があるカメラでもオフで、使うようにはしてます。使えるようになってますね。設定上はずっとオフにしてましたが、なぜかこれ動画モードですね。電池が切れてしまいましたね。細かいところの説明しだすと、正直多機能なカメラですので、まあ、フィルターアートフィルターとか、まあ、そういうのがついてたりとかして、ただでさえ長い、カメラの紹介動画、私の配信してるのは長い動画なんですけど、それで15分まで制限なんですが、15分で絶対に足りない、おそらく30分ぐらいかかってしまうと思いますので、まあ、この辺で紹介の方は、終わりということでさせていただきます。あ、復帰した。よくわからないですね。今 3D モードになりました。こんなモードは、使ったことないです。せっかく電源が戻りましたんで、簡単にカスタムとか細かい設定をして保存できる、3つも保存できるのは嬉しいですね。2つとか結構多いですけど。で、シーンモードで、簡単にこういう時はこれで撮ってくださいよとか、ちょっとアートフィルター的なモードもこのシーンモードに入ってますね。サンドブラスト、ほとんどアートモード的なのも使ったことないんで、あまりわからないです。メニュー見ますと、こういうふうに、まあ最低限の、速攻とかカラーモードも変更できますね。ルミックスの、これは TZ20、LX5 という機種がございまして、そちらの分は、まあ、持ってるんですけど、それの設定とはまたちょっと違う。発売の時期もそんなに1年とか2年とか、まあ、変わらないと思うんですけど、割と、設定の内容は違ったりするのかなと。あと写りがね、結構違ったりとか、まあ、LX5 は高級機、ハイエンド機という、まあ、ポジション付けで売られてた分で、こっちは、手軽にズームができる、まあ、初心者中級者向けというようなマニュアルもできるし、中級者でもできますよというような感じの、扱いだったと思うんですけど、という、TZ20 でした。一応、今回も作例最後に、まあ、何枚かお気に入りショット入れたいと思います。ありがとうございました。